今日は不正問題で揺れている不祥事株日野自動車の株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。先日の YouTube ライブでは不祥事株をテーマにお届けしました。過去を振り返ってみても企業の不祥事によって株価が大きく下落する事態が起こっています。このような局面を迎えても例えばオリンパスのように大きく復活を遂げる企業もあります。株価が大きく下がっただけで買いに走るというのはリスクが高いんですけれども、中身をじっくり見た上で下落局面を買いに行くというのは後々大きなリターンを生む可能性があります。そこで今回は日野自動車を取り上げるんですけども、個人的にも狙ってみようかなと思っている銘柄です。現在エンジンの性能試験で不正があったことを理由に生産者トラックの出荷停止が命じられています。自動車業界では過去にフォルクスワーゲンが似たような事象がありまして株価が半減したことがありますし、国内でも日産自動車やスバルが不正を指摘されて株価が下落したことがあります。今回の日野自動車の不正事件についてチェックするとともに株価の動向について解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは日野自動車のビジネスモデルと不正の背景についてお話ししていきます。日野自動車は1910年に東京ガス工業株式会社が設立されたのが始まりです。創業時は自動車ではなくガス灯をさらに明るくするガスマントルを製造する会社でした。1914年に第一次世界大戦が開戦すると海外から薬莢を大量に受注します。さらに軍事用の航空機国産エンジン、カミカゼなども生産して軍需によって業績を伸ばしました。そしてこの時期に TGE というブランドで自動車生産にも取り組み始めます。1937年には国策であった大型車両生産の強化に合わせる形で東京自動車工業株式会社を設立します。大型ディーゼルトラックやバス、ディーゼルエンジンの生産に入ります。得意分野であったディーゼルエンジンの技術を生かして当時としては異例の超大型トレーラートラックやバスを開発していきます。1953年にはフランスのルノーと技術提携して乗用車ルノーの生産を開始します。その後小型自動車やワンボックスカーなど家庭用自動車の先進的な開発に取り組みます。この時に社名を日野自動車工業株式会社へ改称しています。1961年には乗用車日野コンテッサ900を発売します。これは日野自動車が独自開発した唯一の乗用車となっています。第1回日本グランプリ 1300cc 以下国内スポーツカーレースで欧州車を抑えて2位となりまして、タクシー業界へも多く納入された車でもあります。1962年に初の海外販売会社をタイに設立します。1964年には製造会社も設立して海外へ向けて大きく展開しようとしていました。しかし1966年にトヨタ自動車との業務提携によって大きな転機を迎えます。提携によって再び大型車や商用車の開発生産に特化した事業を行うことになります。理由については日野自動車に大型車から乗用車までカバーできるような技術的戦力、経営戦力がなかったためだと言われています。また当時のトヨタは6トン積み程度のトラック作りしか技術的に限界でした。当時主流の10トン積みのトラックに対応するため大型車を得意とする日野自動車に目をつけたのも理由として挙げられています。2001年にはトヨタ自動車の完全子会社となります。2003年には大型車両業界で競い合っていた伊豆自動車とバス部門を経営統合することが決定します。2004年にはディーゼル車の排ガス規制強化によって買い替え需要が増えます。これによって過去最高の営業利益も達成しています。現在は初の海外拠点であるタイを皮切りにアメリカ、カナダ、オーストラリアなど海外展開によってマーケットを拡大させています。そんな矢先に起きたのが今回の不正問題です。今年の3月に国内向けエンジン認証で2016年以降の不正を公表します。これによって国土交通省が一部の型式指定を取り消しすると発表しました。そして8月2日に特別調査委員会が報告書を公表します。ここで国土交通省の2016年の調査で不正はないと虚偽の報告をしていたことも判明します。そして8月12日には日野自動車とトヨタ自動車に対してアメリカフロリダ州の運送事業者など4社から損害賠償や売買契約の取り消しを求める訴訟をアメリカの裁判所に提起されています。これに加えて8月22日に小型トラックに搭載するエンジンの認証申請で不正があったと発表します。これによって不正対象の車両は約64万台に拡大します。日野自動車は不正の対象車種の出荷を止め、国内市場向けのほぼ全ての車種で出荷を停止する事態に陥っています。不正対象に小型トラックデュトロが加わって、テレビ CM などでも知られる日野の2トンの新車が出荷できなくなりました。日野自動車の小型トラックの国内シェアは4割強を占めています。2トン以下の小型トラックは宅配需要が増える中、小回りが利くトラックとして物流業界でニーズが高まっています。ライバルのイスズ、エルフからシェアを奪いつつあった状況なだけに痛手となります。
親会社であるトヨタ自動車の豊田章男社長は日野自動車のエンジン不正問題について、ステークホルダーの期待や信頼を再度大きく損なう事態に至ったことは極めて残念とコメントしています。トヨタ自動車は問題発覚以降、技術者を日野自動車に派遣してトヨタ式のチェック体制を敷いているんですけども、認証の取得プロセスなど自動車とは異なる部分が多く、トヨタの知見だけでは再建は難しいと話しています。現状、日野自動車の小型トラックの出荷再開までのシナリオは見通しが立たず、国土交通省の対応が焦点と言われています。続いて日野自動車の直近の決算内容を解説します。2023年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は3558億5600万円、前年同期比 3.6% 増、営業利益は43億1600万円、前年同期比 73.3% 減、純利益は7億2300万円、前年同期比 88.6% 減となっています。アジアなどで販売が伸びたことによって売上高は微増したんですけども、営業利益、純利益ともに大幅な減益となりました。不正問題の影響で国内の販売台数が 20% 以上減少した上、取引先に対する保証費用が膨らんだことが響いています。前期の決算でも不正によって主力車種が出荷停止に追い込まれた影響で、最終利益が847億円の赤字と過去最大となっています。今期通期の業績予想は算定が困難として公表はしていないんですけれども、不正の拡大でさらに悪化する公算が大きくなっています。外資系証券の一部では最終赤字が2000億円規模になるとの見解も出ています。国内向けのほぼ全社が出荷停止となりまして、販売不能の異常事態で経営基盤に対する懸念も気がかりです。日野自動車の2022年3月期末の連結純資産は5180億円となっていまして、自己資本比率が 36% と高く、有利子負債は1709億円で同業比較でも低い水準です。小木曽社長は資金調達がすぐに必要な差し迫った状況ではないと語っておりまして、すぐに資金繰りに困窮する状況ではない模様です。続いて日野自動車の株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけども、2015年3月に上場来高値である1916円をつけてから上値を抑えられるような形で右肩下がりの状況となっていました。その最中にコロナショックがあって、直前の高値から半値以下の水準まで滑り落ちまして、昨年に入ってからコロナ前の水準まで戻してはいたんですけれども、今回の不正問題が発覚したことで再び大きく下落します。現在は600円台前半での動きが続いています。日野自動車の本日の終値は629円で、配当金、株主優待制度はなしの企業となっています。業績の推移を見てみますと、新型コロナの影響を受けた2021年3月期に加えて不正問題によって業績は大きく落ち込んできています。今期中に悪材料を全て織り込んで2024年3月期に復活を遂げられるかが焦点です。不正が発覚したことによってここで大きく株価は落ち込んだんですけども、その後については700円を挟んで行ったり来たりの動きが続いていました。今回の追加の不正公表によって国内のほぼ全社が出荷できないという事態に陥っても、株価は8月23日の580円というのが直近の安値となっています。この先の見方についてなんですけども、一旦は下落前の660円あたりまで戻ってくると予想します。追加の不正公表の悪材料でも大きく株価が落ち込まなかったことと、トヨタ自動車の子会社であるバックヤード、さらには現在の株価水準で PBR 0.7 倍の割安感から買い戻しの動きというのがこのラインまでは一旦出てくると思われます。そして振り返りますと、コロナ前の2019年3月期については1株当たり29円の配当金を出していまして、この水準まで配当金が戻ったとして、直近安値のここの580円で買っていれば配当利回りは 5% と高水準になります。ということで、完全復活するまでの長い目で、見れば580円というのは妥当な水準とも言えそうです。追加の悪材料が出るリスクというのは当然あるんですけれども、不祥事株への投資判断というのはある程度の下値の見通が見えてきたところだと YouTube ライブでもお伝えしてきました。個人的にも買ってみたいと思うラインはやはりここの580円かなと思います。問題の解決の出口が見えてくるまではこれまでと同じ700円を挟んだレンジが続くと思われます。ある程度業績の回復というのが確認できそうであれば、株価は一気に戻してくると思いますので、少し長い目で株価の回復というのを期待して、やはりこの600円前後で買っておくというのが投資スタンスとしてはいいと思います。続いて日野自動車の今後の懸念材料についてお話します。懸念材料はアメリカでの訴訟リスクについてです。
すでにエンジン不正をめぐって日野自動車とトヨタ自動車に損害賠償などを求める訴訟をアメリカの物流企業などから起こされています。北米では北米市場向けのエンジンで排ガス試験が適切だったかアメリカの司法省の調査がまだ続いておりまして、新たな火種がくすぶっていると言えます。悪材料が追加で発生する可能性は十二分にあるだけに注意が必要です。今日のまとめということなんですけども、不祥事発覚も個人的にも買いを検討している日野自動車をピックアップしました。不祥事株への投資判断として、追加の悪材料にも株価は大きくマイナスに触れていないこと、トヨタ自動車の子会社であるバックヤードと PBR1 倍割れの割安感というのが挙げられます。追加の悪材料が発生するリスクはあるものの、少し長い目で大きな株価のリバウンドを期待してみたい銘柄だと思いました。今日は不正発覚で株価が下落している不祥事株、日野自動車の株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。